西武、一時代の終焉。西武の岡田雅俊捕手が今季限りで現役を引退することが2日、分かった。近日中にも発表される。今後の去就は未定だ。西武一筋で長らくバッテリー組の精神的支柱だったベテラン捕手がユニフォームを脱ぐ。大阪桐蔭で同学年の中田とバッテリーを組み、2年夏から2期連続で甲子園に出場。大阪ガスを経て13年ドラフト6位で入団した。当時は住谷が正捕手として君臨しており、17年の68試合出場が最多だったが、誰からも慕われる明るい性格で若手の相談役となり、18、19年のリーグ連覇を支えた。母校の6学年後輩で同期、入団の森からは講師で慕われた。練習中は兄弟のようにじゃれ合う一方、自らの立場も厭わず、献身的にリード面の相談に乗って正捕手に育っていく家庭の森をサポートした。21年オフには、ライオンズが大好きと国内 FA 権を行使して残留。新たに3年契約を結んだが、近年は膝の故障に苦しんだ。22年7月には、左膝関節鏡、下半月板部分切除術を受け、同年は1試合の出場。再起を目指した翌23年も、3月に、球界で初めてかもしれないという、大腿骨頸骨骨切り術を受け、懸命なリハビリの末、今年4月の3軍戦で実戦復帰を果たしたばかりだった。チームは2年連続で B クラスに低迷し、過渡期を迎えている。毎年オフに行われるファン感謝イベントでの MC やトークショーでも好評を博していた、岡ちゃんが、ファンに惜しまれつつグラウンドを去る。金子に加え、岡田の引退表明。西武を支えたベテランの引退に一時代の終焉を感じさせられる。ほぼ、ほぼ出番がなかった不運の捕手だったと思う。球団が変わらんと強くならん。頑張れ西武。なんか来、工藤監督、下位捕手が誕生しそうな予感がしてならない。完全に捕手おらん、なったな FA の坂本取りに行かな、厳しいと思う。残念、もったいない。まだお疲れ様は言いたくない。金子と一緒に引退試合になりそうだね。球団に残しましょう。複数年契約が切れるから、事実上の戦力外ですね。来季は金子と岡田がコーチングスタッフとして入閣決定済みかな。岡田の負担を考えると、森を失ったのが効いてくる気がする。金子選手に続いて岡ちゃんまで。これってコーチ刷新の布石。ピンチバンター岡田、好きでした。お疲れ様でした。血の入れ替え始まりました。